さ寒さも彼岸までと言いますけども、今朝は涼しかったですね。今また暑くなりましたけど、季節の変わり目ですから、皆様どうぞお体に気をつけてください。これは話の前置きですけども、さて今日のお芝居、シーボルト事件をやります。このシーボルトのお話は内容は後でおいおい分かってきますけども、さて全国数ある博物館の中でお芝居をやっているのはここだけです。なぜでしょう。ですね、はい、実はここにハンカチョウがあるからです。ウニハンカチョウとか知ってます？徳川時代、江戸時代ですね、260年間にわたる、長崎奉行所の判決の記録でございます。その記録が145冊、8200件余りの項目を記されております。その中の一編を取り上げまして、お芝居にしたてでございます。そのお芝居が今日演ずる芝居ですね。はい、このお芝居を演ずる役者、すべて長崎のボランティアです。よろしくお願いします。ここは山のサンタマリア教会という教会が建っておりましたけれども、豊臣秀吉のバテレン追放令でその教会が取り壊されまして、その上に長崎奉行所立山役所が建っておりました、はい、平成17年に2005年、江戸時代の設計図をもとにその奉行所の一部がこのように再現されました。その時にこのお白洲も発掘されまして、このような玉石出てまいりました。この玉石の一部、江戸時代のものを含まれてございます。早速ご紹介くださいね。さてこのお芝居、皆様全員参加型よろしいですね。皆様参加していただきます。もうすでに参加してございます。今皆様が座っているところ、当時長崎の町役人が座っておりました。ですから皆様一人一人町役人ですね。お仕事3つございます。一つ目、私がお奉行様をお呼びします。長崎奉行ご出座と言ったら、はぁはぁ皆さん、頭を下げてお出迎えくださいよ。よろしいですか？お奉行様、偉かったんですよ。まあ、先に稽古をやってみましょう。はい。お足はそのままで結構でございます。長崎奉行ご出座、はぁはぁ、頭を上げない。一同の者、表を上げと私が言ってから上げてくださいよ。はい、よろしいですね。一同の者、表を上げ、どうぞ上げてください。はい、そう言ったら上げてくださいよ。途中で上げると、無礼者無礼者になる時代でございますか。さて、二つ目。下知状というものが江戸から送ってきます。飛脚がですね。黒い箱を持ってきますので。その箱をお奉行様に届ける役、この役目ですね。私たち芝居をたくさんやっておりますけれども、これ1回しか出てきません。重要な役目でございます。はい、それそしてその時は約束がついております。ここに持ってきた時はご家族の方、ね、お友達、写真をたくさん撮ってあげてくださいね。よろしいですか。それではその役目、お父さんお願いします。はい、はい、する要領は私が後でちゃんと教えます、ね。はい、ここから持って行って、前に行って膝を立てて、お奉行様に下知状でって言ってやればよかったですね。はい、お願いしますよ。はい、よかった。3つ目、さあお裁きが終わりました。最後に言われる名言、これにて青年、はい、一件落着ですね。一件落着言ってくださいよ。それを言わないとお芝居が終わりません。したらですね、何回もやり直しするでしょ。皆様の後のスケジュールが崩れてきますからね。あまりでいけないと、ここで百叩きの件というのも準備しておりますので、くれぐれも一発で決めてください。よろしいですか。今、まあ、9000回はちょっと足りませんけども、その間やって、まあ、一発で決めたのは20回ですね。20回しかありません。21回目に挑戦してください。はい、それではお稽古してみましょう。これにて一
一件落着。一件落着。大きい声でお願いします。よろしいですか。ちょっと今の元気な方ですもんね。もう一回お願いします。これにて一件落着。はい、本番をよろしくお願いしますよ。はい、元気ですね。それではおしまい。始めます。塾を作り、全国から集まった多くの医者を指導し、日本の医学の発展に大いに貢献しました。シーボートが日本へ来て5年目、いわゆるシーボート事件が発覚しました。一同の者、表を上げ。長崎出島オランダ召喚医師シボル、その方果実間宮林蔵のもとへ幕府天文方高橋作左衛門を通じ手紙とさらさを送った覚えがある。かかる行為は厳しく禁じられておる。さらに高橋の役宅から世界就航機になる書物が発見されておるが、この書物と引き換えに伊能忠敬の作成した日本の地図を手に入れたとの調べもある。これらの受け渡しを仲介した者は誰か、ありてに申し述べよ。大奉行様、うん、私が名前を言うと彼らに危険が及びます、うん、彼らは私の研究を助けただけで、自ら得たものは何もございません。それより私は母国と関係を断ち日本へ帰化したいと考えております。お許しをいただきとうございます。何？いや、そういうことを許すことはそれはできぬ。お奉行、うん、江戸より書状が届きました。高橋の指示で日本の地図を書き写した者が召し取られたとの知らせ。ほう、よく白状したもんですな、うん、この間の台風で座礁したハウトマン号から五金製の地図が出たとして自白を促したそうじゃ。え、船には何も積んでおりませんでした。それよりもシーボルトにその地図を返還させねばならない。
シーボルト、ハウトマン号は2月の出航予定になっておるが、そちが地図を変換するまで出航停止命令を申し渡す。お奉行、かかれ。シーボルト宅の捜索で、うん、ご金星の葵の御紋付きが発見されました。何？葵の御紋付きが発見されただと？シーボルト、葵の御紋付きは誰からもらったものか申し述べよ。大奉行様、うん、葵の御紋付きは私の江戸散布の記念としてもらい受けたものでございます。それがご金星とは思いもしませんでした。またもらい受けたものの名前も記憶にございません。記憶にないと申すのか？記憶にございません。お奉行、どっかで聞いたようなセリフですが、おう、最近国会で議員がそのように答弁してるな。そうなりますな、けしからんやつけしからん、記憶にもないだ、持ってまいりました。お、ご苦労である。一条でございます。はい。お、大丈夫か？ちゃんぽん食べたか。伸び盛りじゃからの。よし、ちゃんぽん用意しとるけんで食べて帰る。ありがとうございます。サラウドも食べた。サラウドも。そうかそうか。よし。お奉行様のつけでたくさん食べて帰れ。ありがとうございます。長与小の辻まみちゃん3年生でございます。気をつけて帰れよ。はい、お願いします。立っていいです。立って、そうなんです。真ん中からまっすぐ行って、お奉行の前で下を立てて、月上でございます。お願いします。理事長でございます。ご苦労でございました。はい、いずれより参られました。都立より参りました。あ、都立の方であったか。それはそれは飛脚のおじいちゃん。ああ、さようですか。はい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 、あ、はい、よくいらっしゃいました。はい、飛脚の身内だぞ。結局身内で済ませとんとか。まあ、お孫さんは可愛いんでしょうね。身共には孫はおらんでの、うん、あのような孫を見るといつも孫孫してる。どうです。ジャワ総会よりシーボルトを早く帰国させてほしいとの申し入れがあった模様じゃ。さようでございますか。これより裁きを仰せつける。長崎出島オランダ商館技師シーボルト、国宝に背きご金星の品々持ち越し候団不埒のことに候よって、国外追放を命じ、以後再トライを禁ずる。お奉行、うん、楠本滝、
というものが来ておりますが、どういたしましょうか。楠本武。シーボルト夫人ではないですかな。ほほほ。どのような風体であったか。赤子を抱いた小柄なご婦人でございますが。おう。うん、どうせ。お客さん、どうしてここに。あ、いけない、いけない、いけない。構わず、来てるんです。お奉行様、こういう人は、うたち日本人が賢くためにオランダから来なかったとです。日本に言われたことする人じゃなかです。それは、この地がよう知っとります。貧しか人からは、お金ももらわずに病気が治してやりよっとです。そんな人が神に立てつくはずの中です。犬という娘もできて、私たちは仲良く幸せに暮らしよっとです。お奉行様、お願いでして、こういう人から私たちを役場引き裂くことは許してくれんですか。お願いします、お願いしますけん。お達さん、心配しないでください。私があなたたちと別れることは絶対しません。バッテン、日本が追放さるって。大丈夫です。時が来ればきっとお上からも許しが出ます。それまでの辛抱です。それまでの間、私の鳴田鬼塾の門人たちがお客さんと家を守ってくれますから大丈夫です。きっと帰ってきてくださいね。きっと帰ってきます。待っててください。旦那様、なかなか情においては難しい問題だが、敵が下った以上、シーワルトの国外追放、再トライ禁止、これは曲げられる。お嬢様、そしたら一発親子はオランダにやってくれんですか。オランダに。離れ離れは嫌です。親子三人一緒にオランダに。タキ、許せ。それは叶わることじゃ。旦那様、タキさん、どんなに遠く離れていても私たちは家族ですからね。必ず帰ってきます。待っててください。待ってます。シーボルトは滝と娘稲を残して日本を後にしました。シーボルトは滝が愛したアジサイの花をオタクサと名付けました。愛する妻がオタクさんだったからです。現在でもアジサイは長崎市民に愛され、初夏になると長崎の町はアジサイでいっぱいになり、長崎市の花に指定されております。
日本追放から30年たち、63歳のシーボルトは滝と伊根に再会します。娘伊根は日本最初の女性の産婦人科医となりました。シーボルトは医学のみならず動物学、植物学、地理学にも優れ、日本の多くのものをオランダに持ち帰り、シーボルトのアトランティック情熱と探求、そして日本への深い愛着と真の結晶のコレクションとして日本博物館に収めます。当時未知の世界であった日本が西洋に紹介されました。また2000年には日蘭交流400年を記念して日本博物館シーボルトハウスが建てられました。これにて一軒落着。おい3人暮らしてる。3人暮らしてる。どうして？吉本の家良かったですよ。まあ地方から来たもんで地方いいな。どうします？これで終わりますし。客叩きもしますね。客叩きだな。もう一回しましょうか。はい。こちらの方もね、外国の方も、ね、もう一回しましょう。うんうんってうなずいて。頑張ります。日本語わかるですか？はい。わかります。お国はどちらか？ネパールです。ネパールですか？はい。はい、ね、いいとこですよね、空気が。はい、綺麗なんでしょ。綺麗です。高くてね。はい。富士山の手帳ぐらいで生活してるんでしょ。そうですね。これにて一件落着。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。